んにちは、ポンポコホビーです。今回は吉武慎介さんの欲しいもの出てくるかもしれないを開封します。4種類ありますが、その中の2つをご紹介したいと思います。こちらは8月下旬に発売されました。ガチャポンでは500円、ボックス購入では550円で販売されていました。大人気の絵本シリーズの第2弾だそうです。絵本の登場人物とミニチュアサイズの絵本がついてきました。どちらもよくできていて可愛いですね。絵本は表と裏面がプリントされていて中は開けませんでした。私はまだ絵本は読んだことないのですが、ガチャポン売り場で商品化されていたフィギュアなど見かけてとても可愛いなと気になってました。こちらのもう脱げないというタイトルの絵本で、服が引っかかって脱げない子どものフィギュアや絵本はインパクトがあって見たことある方も多いのではないでしょうか。こちらのミニチュア絵本と一緒に飾ることができるのでいいですね。絵本に出てくるキャラクターや可愛いものが好きなのでまたご紹介します。ご視聴ありがとうございました。